2007年頃のことだそうなんですけどね今から1 5 6年前ってことになりますかねこうまだね夏ででもまあ,あのそんなにじりじり暑い日でもなかったっておっしゃってるんでまあ初夏だったんですかね、えー、大分県の当時20代の文夫さんというね男性から聞いたんですけど文夫さんその頃 工場に勤めてまして、三交代制ってわかりますか？こうね。1日の中でシフトを3つ組むわけですね。で、彼はちょうど夜中に終わる会を担当していたで、翌日がね。休みだったんですって。で、お仕事終わったの？もうね。深夜ですよ。でもね。明日はお休みなんで、まっすぐ家に帰るのがもったいない感じがした。そうなんですね。で、車で通勤していた。 自分の車に乗ってそうだ駅前に新しくできたネットカフェに行こうって思いついたそうなんです。でそこからあの車でね工場から駅前のネットカフェまで30分ぐらいあれば行けるといいじゃないかいいこと思いついたと思ってホクホクして車でネットカフェの方つまり駅の方へね向かったんです。ちょうど国道がね 線路沿い走ってるそんなところにまず出たねえまあ行くのは駅前ですからこの道まっすぐ行ったらいいわけです JR 豊肥本線っておっしゃったかなでそこをねずっと走ってるそしたらねバックミラーにね何か薄ぼんやり光が映ったおやと思ってでこうミラー確かめると。 何かね、後ろから電車が来るみたい。まあ、線路沿いだから不思議なことはないんです。でもね、時刻見たらね、もう午前1時。おこんな遅くでも電車走ってんだと彼は思った。まあね、走ってるかもしれません。それ自体はそんなに不思議なことはありません。でもね、なんとなくね、ミラーに映る光の感じがおかしいんです。こうね、 夜走ってる電車って皆さんご覧になったことあるかなと思うんですけどね明るくライトついてませんぱっキりと明るくね違うんですよぼやーっとなんて言うんでしょうねこうにじむようにぼやっと丸い目玉みたいのがぼやーっと光ってるこれがね未来に映るんです変な電車だな霧が出てるわけでもないんですよなんか気になるそれにね 電車なんんて速いもんですよ車走らせてたってこうね追い抜いていったりするかもしれないところがねなかなか追いついてこないんですすごいノロノロ運転だなまあこうなるとね好奇心が抑えられなくなってまあ他にねだからまあ他の誰の邪魔になるわけでもないから彼車止めてちょっと降りてみた。 でその電車見てやろうと思ったわけでです。でも線路のそば行ってこう電車来るの待ってるやっぱりおかしいんです車体がね黒いんですってこうねで、真っ黒なとこに薄い黄緑色のまるで猫の目みたいなねああいった色のぼやんとした明かりが2つついてるこれがねにじんだような光で 電気とも思われないような不思議な光り方をしているこれがこうこっちに向かってくるんですうわ変な電車だなと思ってやがてついに彼の前に来ました客車もね全部真っ黒しかも中に電気がついてないんです電気はついていないけれども窓がある窓の奥にね何かね青白いどう見ても 火の玉みたいに見えるものがメラ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 一車両につき四つぐらいこう揺らめきながら浮いてるんですって「うわなんだこれ」と思って目が離せなくなったこうゆっくりゆっくり電車は進んでいく「うわああ」と思ってるうちに気がついた音がしてない ガタントんガんンんトん普通ならやかましい音がするもんです一切音を立てずに電車がこう進んでいくわけですよあやばいやばい変なもの見ちゃったと彼は思って車に戻りましてでエンジンかけてまた車を走らせたどうしてもやっぱりちょっと気になったんですねさっきの電車あれ一体何だったんだろう 重量編成ぐらいに見えたよなそうだこの先にトンネルがあるあのトンネルのところでこうやって今度正面からあの電車もう一回見てやろうかな本当にあれ電車だったよなトンネルがあったトンネルを彼車に抜けましてそこでもう一回車を止めてで電車がトンネル抜けてくるのを待ちましたでもね待てど暮らせど来なかったそうなんですよ だからねあれやっぱりお化け電車だったと思うんですよね川名先生ってこんなお話を伺いましたそうですねねえなんかねなんかあの幽霊というより妖怪っぽい感じがちょっとしますよね。 何て言うんでしょう幽霊っていうと、まあ、よくね電車にまつわる階段っていうと圧倒的に幽霊の話が多いんですよねそれもあの、まあ、不幸なことに、まあ、人身事故で亡くなった方が絡んでくるようなお話こういうのは非常に多いんですけれどもでもね私一度だけ電車じゃないんですけどバスなんですけどねそれこそ猫バスじゃないですけど不思議なものを見たことありますよ。あのね 高校生だったか女子瓶に通ってた頃だと思うんですけどね学生だったはずだと思うんですよねいくつぐらいだったかな何かに書いたことがあるような気もするんですけど実家にまだ住んでた頃であの八王子なんですけどね八王子のうちの実家の近所、まあ、住宅地なんですよ。であのうちっていうのはね、まあ、駅からね相当遠いんです八王子駅とかね。 あとまあ京王線の北野駅であるとか最寄り駅っていうとそのどっちかみたいな感じになるかなあとまあ片倉駅っていうのもありますでもどの駅からも全部離れてるんですよ。しょうがないからまあその時はどこだったかな北野駅からだったような気がするんですけど北の駅からまバスに乗ってまあ帰ってくるわけです。でその実家の比較的近いところのバス停でまあ降りるまあそこからもね10分以上歩いたりするんですけどねまあバス停で降りました。 ででね真っっ暗ではなかった黄昏時だったはずだと思うんですよね土曜日の夕方だったんじゃないかって気がするんですけどうん初夏ぐらいででまだねあたりがね真っ暗ではないんです薄暗いんですけどねでその一緒にこう降りた人たちがね結構いらっしゃった、えー、56人ぐらい その同じバス停で降りたんですよ。ねで住宅街のもっと奥の方にさらに駅から遠い方にバスは走り去っていったわけです。で私はその走り去っていった方とは反対方向を向いて家の方に戻ろうとしていた。同じ方向に歩く人も二三人ぐらいいらしたと思うんですね。私はこうね坂道を少し降りて家の方に歩きかけた。するとね後ろからこうね。 エンジンジの音が、ね、こう近づいてきたんですね大きな車のあれと思って振り返ったするとね坂の上の方からバスが走ってきたんですね駅の方へ向かうバスですまあね今はどうなってるかわからないでもその頃はね本数少なかったんですよあらまだこのぐらいの時間でも駅の方に行くバスあるんだなと思いました何しろ田舎ですからねこう住宅街から駅の方へ向かうまあね 朝はねそりゃみんなね乗りますよ通勤通学ででもねだんだんねこう夕方ぐらいになってくるとねもうね駅前の方にバス乗ってく人ね少ないんですねでだからねああ、でも、まあ、ま,だまだバス走ってたなぐらいにしか最初は思わなかっただけどなんかね様子がおかしいんです何がおかしいってよく見たらですよバスの中ね 人がぎっしり乗ってるんですこれ遠目でもわかるこうねいっぱいなんです満員なんですもうね座りきれない立ってる人がいるんですどんどん近づいてきたで道路の向かい方にバス停あるんですけどそこで止まらないわけです誰も降りないそのままずっとねこう目の前をね横切って駅の方に向かってったんですけどねこうねみんな窓の外見てて こっち見てるわけですつまりねみんな窓のそ外を見ててぎっしり人が乗ってんですよ。これがねなんとも不思議な感じがしましたね。こうなんて言ったらいいんでしょうね。なんか中の人たちがうーんこう全員が外を見てるのも不思議な感じがしましたしそれに。 あんな時刻にね、こうあんなに大勢乗せてねえ駅の方に行くって何なんだろうって思ってねで私こうずっと見てたらそしたらやっぱ他の人もみんなねもうこ,うこう二度見してんですねえー、ええみたいなちょっと信じられない感じやっぱ見てるわけです。で去っていくバスを見てねもう一つ気が付いたこと 行き先のところがね、真っ白なんですよ書いてないんですどこそこ行きとかね、表示がないんですよあれはね、私以外にも目撃者いたはずなんですけどね本当に普通のバスだったんですかね